えー、こんにちは。速可塾の久保です。いつも FX の相場解説をご覧いただきましてありがとうございます。えー、即塾の塾生さんにはですね、相場解説私がしたのをすぐにお届けしているんですけども、まあ、即可塾に参加されてない方は、まあ、1週間遅れぐらいでね、えー、限定公開を一般公開にするという意味で、まあ、後からでもきちんと学べるようになっているんじゃないかなと思います。まあ、私で言うのもなんですけどもね、まあ、ここまでね、 あのリアルにお届けしている相場解説もなかなかないんじゃないかなと思うんですよ。大抵はね、ぼやっとした概念だけお伝えして、本当に使えるのかどうか分からないようなものが参、まあ、見されてましたし、で、しっかりとしたものはね、また高額なんですよね。で、高額であるがゆえになかなか手が出せずに、えー、本当にね、FX の相場解説の頼りになるところが見つからないっていう経験を私自身もしておりました。まあ、ですんで、私がこうやって、FX の相場解説をね、私なりに全く勝てない時から、 日々、毎日、本当の意味で毎日ですよ。一日何回もするときもありますしね。まあそういうふうにさせていただけること、そしてそこまで私の相場解説が生き残ってこれたことっていうのは、まさに私の動画をご覧になってくださっている方のおかげだと思っております。ありがとうございます。そして今回はですね、まあ、あの、一日に20万円を利益で取れましたっていう方を筆頭にですね、まあやっぱりね、結構ね、大きなピップスを取っている方が本当に増えてきまして、 ご連絡も日々いいいたた。だくようにななって嬉ししと思いましたもう私の FX の相場解説の再生数が圧倒的に伸びていないっていことを考えるとずーっとね同じような方が私の相場解説を見ていただいて着実に勝ち、えー、のロットを増やしていただいてそれからあとはね資金投入額の調整だけなんでやっぱこう精神力が最後には物言うのかなと思います。やっぱりね少ない金額で私の相場解説で勝つことはできるんですよ。ただ大きな 実際の利益何万とか何十万ってのを日々積み重ねることができるようにやっぱりこう FX に投入する資金量も少しずつ増やしていくっていう工夫も必要ですしそれからその資金をねきちんとロッテに変換できるようにこれはね結構度胸がいるんですよやっぱり0.01から0.01とかで1とか2とか3みたいな形でいけば同じトレード手法でも利益はバンバン膨らんでいくわけですからねただその代わり やっぱり利益が膨らむのと同時にですね、含み損っていうのに経験したことないような重みを感じると思うんですよ。だからこの辺からプロスペクト理論っていうのが、かなり重くなしかかってきますので、個人個人の精神力が本当に必要なんだなと思います。す私ははテククニックはお伝えすることができます。 テクニカル理論っていうのは別に私が考えたことではなくてですね、まあ遠く先人が500年前に編み出した手法です。江戸時代の米商人、塩商人がテクニカルという理論で相場をずっとお世間に対してね、わかりやすく伝えていたという学問でもありますので、何も今私たちが考えたわけではないですし、当然私が考えたものでもありません。ですので私のテクニカルがすごくわかりやすいとしたらですね、テクニカルをわかりやすく伝えているところが しっかりと受け取ろうと思った視聴者さんと合致してるっていうところだと思うんですよ。ここはだからテクニカル理論をこれからも精度よく分かりやすく難しい言葉を使わずに、そして片っぽではね、その難しい言葉を視聴者さんにまあどんどん覚えていただいて、で、つ、え、な、ー、がるところを見つけていければやっぱり勝てるんじゃないかなと思いますよね。それから最後は精神力なんですよね、やっぱりね。今回もこういうふうに書いてます。 今日はお礼の連絡です。毎日久保さんの相場解説を参考にしていただいてるんですが、今日は1日で20万円以上利益取りました。久保さんの相場解説聞いて、自信持ってロングポジションで入りました。とありますけども、あの、相場解説で、えー、私ははっきりと方向性を指し示すことと、金額を下3桁まで言うことはできるんですよ。でも、そこにはポイントが2つあります。これは私のポイントではなくて、私の相場解説を受け取る方のポイントです。1つはですね、 私の相場解説が、確かにな。絶対そうなるとは言えないけども、自分がエントリーするとしたらそうだよねっていうふうに、まあ私の考えとね、強く共感できるかどうかってことなんですよ。そのためには、私の相場解説の伝え方もありますけども、受け取る方の基礎知識も必要になってきます。これが一つ目のポイントです。もう一つのポイントは精神力です。含み益なり含み損が膨らんでくると、やっぱりね、ここで理覚しちゃおうかなとか、ここでロスカットしちゃおうかなっていうふうな考えが後から後から湧いてくるんですよ。 ですんで、最初にエントリーして、ロスカットラインを設けて、テイクプロフィットラインを作ってっていう3点で私はエントリーすることをお勧めしてますが、それがですね、エントリーした後にゴールポストを変えちゃう可能性があるんですよ。ロスカットラインちょっともうちょっとずらそうかなとか、テイクプロフィットラインには遠いけど、ここで利格ゃええいみたいな感じでね。そうすると、最初に立てた計画が正しいのかどうか分からずに、利益や損失だけが積み重なっていくってことになりますので、それをですね、計画通りに、 最後まで遂行する精神力が必要になってくるんですよ。その積み重ねがなければ、結局は相場をこう読んでですね、えー、エントリーはしたけれども、そのエントリーが実際どうだったのかっていう検証ができないんですよね。もちろん検証ができるようになってから、それからね、自由自在に相場を操れるようになった後で、エントリーした後のロスカットラインやテイクフリットラインを動かすのは、それは全然構いませんけども、勉強中の間はやっぱりね、 自分の立てた戦略が正しかったのかどうなのかロスカットラインを食らうまでテイクフィフプロフィットに達するまでしっかりと見ていっていただきたいかなと思いますよねはい長々とお話ししましたけれども今回は私の相場解説でね勝てるようになったよって方がねどんどん増えてるということをちょっとお知らせしたくてお話ししましたで儲かったよって方はねあの 儲かったら即価塾の残金を払うって決めてる方はね、お支払いいただければさらにスッキリすると思います。別にこれはね、別に要求してるわけではなくて、うん、やっぱり実際即価塾って儲かるでしょって話をしたわけですよ。しっかりやった人には、しっかりとした利益がもたらされますし、そこでですね、気持ちよくお支払いもできると。ですんで、私がね、頭金3万円でいいですよっていうのは、結局は儲かるから支払いたくなるっていう、まだおの自信でもあるわけなんですよ。はい、ということでね、えー、即価塾、これからもよろしくお願いします。私もこれからもますますね、 修行して皆様にあのこれからの難しい時代のこう突破口をね開いていくためにお力添えしたいと思います。えそれではお金の問題解決速化塾行ってきます。